せーの、おーはー、ガレッセルです。懐かしくてちょっと楽しかったっすね、うん、ワクワクするね。ただリハーサル通りに本番があんなにいかないっていうのもびっくりしました。もう時間がちょっとなくてね、ちょっと我々のダンスバトルがね、秋山と仕込んでたのにね、ちょっと楽屋でね、いろいろギラギラ笑いながらね、3人でこう発情期の猫の戦いっていうのをやるつもりだったんですけど、ダメでしたね。そうですね。いやでもこんなもう生放送始まったら戦争みたいでうわーなるわけでしょ、CM 中とかあー運んでとか、すごい大変、スタッフ大変。それを18年間続けた山ちゃんに改めて、うん、本当にお疲れ様でした。本当にお疲れ様でした、言いたいね。本当そう。あとやっぱりこう今も本当に、まあ、プライベートの話なんですけど、僕ら家族でもこのおはスタを見ながら朝ごはんを食べるので、うん、うちの子供たちにとってみてもこの朝といえば山ちゃんの顔を見るっていう、そうね、この日常がなくなるっていうのがなんか変な感じですね、うん、多分4月からうちの子供起きないんじゃないかなっていう。起こすよそこは親が親が起こせばいい、僕が起こします、うん、まあ、でもまあ朝山ちゃん時間空くと思うんで、うちの子供を起こしに来てもらって、なんでだよ。だから自分で起こせって。起こせるかな俺。起こせるよ。そっか。でも山ちゃんね、はい、18年間、はい、これだけもう全国の子供たちのためにね。そうね。本当すごい。もう身を削って頑張りましたから、うん、ある程度朝は時間できると思うので、うん、ちょっとね、こう夜中まで楽しくこうグッとね、ね、お酒も飲む時間もできるんじゃないでしょうか。はい。本当にお疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。